皆さんこんにちは。ただいま北海道大学の、クラークさんのクラーク校長の銅像の前におります。実は衆議院の科学技術イノベーション推進特別委員会というのがございまして、そこの委員長を私が務めております。委員会で、他の衆議院の先生方、ほぼ全党派の先生方と一緒に、この北海道へ日本の科学技術の最先端の技術を見に参りました。実は昨日は、室蘭の日本製鋼所という鉄鋼所を視察いたしました。ここでは昔は、日本刀の刀の研ぎといいますか刀を作っておりましたし、今も、作っておりますが、そもそも原子炉とかあるいは、火力発電所の容器となる大きいものを鉄で作っておりまして、その技術は、工作機械がスウェーデン、ドイツ、あるいはチェコとこういったものでありまして、それを使って大きい鉄の塊から原子炉の基盤施設を作っている。そしてできたものを中国に輸出していると、これがこの鉄鋼所の果たしている役割でありまして、まさに日本の技術が、匠の技術が生きているというのを目の当たりに見てまいりました。そして今日は北大の陽子線治療の現場を見てまいりました。放射能をがんの患部に当てますと他の部分にも影響をされます。そしてそのがんの部分が体内のあちこち動くものについてはなかなかそれを捕捉できない、捉えきれない。そこでその陽子線治療というのは、放射線ではなくて動くものに対してその患部に限定してできるという、そういう技術を、実は、ファーストという政府がお金を出して支援しておりますプロジェクトの一つとして選ばれました。その指導教官が白戸先生という方であります。今日はその白戸先生および北大の総長並びに各先生方とお会いしまして、その説明を聞いてまいりました。日本は技術で生きてきた国であり、これからもまた最先端の技術で、生きていかなきゃならない、そういう立場にあると私は思っております。日本の科学技術をさらに推進し、そして、末端で努力しておられる人たちに、国がしっかりと光を当てるということをこれからもしっかりと努力していかないといけないと思っております。中国がどんどん大きくなり、そして日本の経済力がともすれば脅かされるような立場に立たされることはございますけれども、そういったことにこうして日本が大国として、経済大国として、技術大国として世界に生きる残っていくためには、この最先端の技術の関与育成ということが一番重要であり、国としてもしっかりとその辺の支えをしなければならない、このように思った次第であります。7月23日でございます。いよいよ梅雨も明けまして、北海道は梅雨はございませんけれども、いよいよ本格的な夏が到来いたします。我々はそういう意味において各地を回り、科学技術の現場を見ておる次第であります。以上、報告でございます。ありがとうございます。